はい。えー、お疲れ様です。暗号通貨ニュース。今回は、体の枝2023年はいくらになるでしょうかみたいな記事なんですが、実はこれね、ちょっと前に書かれた記事なんですよ。それが、昨年ですよね。2022年の1月に書かれた記事で、体の価格予測、枝価格は2022年に10ドルに達するでしょうかということでございます。まあ、結論から言うと、10ドルどころか、1ドルにもなってない状態ではあるんですよね。 じゃあ今回この体の枝の予測を書いてくださった方っていうのは何の根拠もなく適当に書いたんでしょうかそしてその目的はどこにあったんでしょうか、まあ、記事を見ながら追っかけていきます次のシートがねこちらですね体の枝のこの予測をですねこうしてくれてるんですよねレジサポラインをこうやって引きながらまあ FX のようにどこどこでまで行ったらどういうふうになるよみたいなことがね書かれております、えー、2022年 カダのネットワークは、えー、技術者の観点から今年最も活発な暗号の一つです暗号通貨ですよねカダのは体のハードフォークが発生するとユーザーがスマートコントラクトを展開できるようになると発表しましたこれは確かにありましたこれはカダの2022年に投資するための有益なネットワークにするのに十分だと思いますかこのカダの価格予測チャートに行きそれをチェックしてみましょうということですえっ、ー、とねなんでこの記事を書いたかというと いや、この記事を書いた方は本当に値上がりをするんじゃないかなと思った部分もあると思うんですよ。プラスですね、値上がりをしてほしいっていうバイアスもあったでしょうね。で、カルダノはこういう根拠でこれから値上がりしますよっていう風な記事を書くことによって、やっぱね、だったら少し持っておこうかなっていう方が、まあ、増えると思うんですよ。特にこういったカルダノファンにとってカルダノが明るいニュースっていうのは拡散されますんでね。でもまあ、根拠としては、 うん、まあ、乏しいといえば乏しいんですよ。テクニカルが十分機能するような暗号通貨市場でもないですし、何がファンダメンタルになるかってこともまだ研究し尽くされてませんからね。でもこういうふうに、2022年はこうなるよ、2023年はもっと儲かるよって書くことによって、じゃあ今のうちに買っておこうかなっていう購入者が増えると思うんですよ。そうなると、本当に値上がりするっていう動きがね、マッチポンプのようですけども起きます。だから体の、 もしくは他の暗号通貨でも何でもいいんですけども特定の暗号通貨を本当に値上がりさせようと思ったら自分が大量に購入するかいいニュースを広めてたくさんの人が少しずつ買うっていうことにかけるかなんですよねたくさん買われれば値段が上がりますからそしてたくさん売られれば値段が下がる単純な原理ですはいじゃあ次行きましょうはい記事は長いんですけども随分はしょってますよでカラダの価格分析を読まさせていただきます カルダノは暗号通貨の世界で信頼できるデジタル資産の一つであり続けていますエイダはコインマーケットキャップのトップ10暗号通貨の一つとしてランク付けされていますこれもだから記事事に書くくまででもなな客観的な事実ですよね多くのカルダノファンはこんなことを知ってるよって言うと思いますただこうやって記事を埋めることによって一定のボリュームが出てアクセスにすごく直結するってことなんですよね今年のカルダノの上昇トレンドを維持するにはこれで十分だと思いますか あしたがって私に参加してこの体の価格分析のチャートをチェックして調べてみましょうということなんでどうもねこの図を見ると右肩下がりのような気がしますがこれがどうにかしてですねこういうふうな力点を突破していくことここから先は書かれてませんけどもこういうふうに抜けていくというふな予測をしてるんではなかろうかと思いますよね。 抜ければ当然価格っていうのはグーッと上がっていきますんでこれが多分2ドルの線だと思いますけどで2.5ドルの線ね、うん、では4枚目のシートいきましょう記事自体はすごく長いです最後になりますけども体の,の昨年の時の価格予測2023年はこのように書かれてますえー、体のこの強気の傾向が続く場合体のは2023年までに12ドルに達するでしょうと12ドルどころかねうん 1>, 1ドルにももってないですけどもね。さらに2022年の前半は最大8ドルまで急成長するでしょうこれもありませんでしたねその後この上昇は鈍化しますが大きな加工は予測されませんその根拠は何ですかって聞いても根拠はないんですよ書かれてませんし、うん、暗号通貨にとって価格の上下する根拠ってのはたくさん買う予定のある人がいるかないかたくさん売る予定のある人がいるかないかぐらいしか測れないんじゃないかなと思います でですんでビットコインをイーロン・マスクさんがねドカーンと買った時に値段も上がってイーロン・マスクがまた次に第2波で買うかもしれないと思った投資家さんが殺到してで価格が上がったっていうところでしょうねあの時は各国の財政出動もあったんで金余り状態が市場に起きてましたんで投資家さんっていうのは基本的には余剰資金をたくさん持ってるから余剰資金の分だけ支給された補助金の分だけね 支援金の分だけ相場に突っ込んだってことは想像に難くないってことこだと思いますで今後のパートナーシップにより順2に達する開発は価格の観点から非常に楽観的ですが本当に楽観的近い将来に間違いなく実現可能ですまあ実現は可能ですよね現実あれから1年経って2022年10ドルにもなりませんでしたし今年も1ドルすらいくかどうかまだ不安なところかなっていうところがあります 今だいたい52円ぐらいですからねだから0.5ドルまだ満たないってとこでしょうはいそれではもう意味がないとはいえちょっと紹介しておきましょう今から考えて2024年来年ですけども18ドルに行くらしいです市場が強気のトレンドを維持している場合のみに可能ということで仮説の上に仮説を塗りたくってすごくね都合よく解釈している まあそういうところが見て取れます。だからこれ記事としてはね、本当に陳腐なもんですよ。想像を書いてるだけですから。うん、根拠らしい根拠ってのは本当に見つからないんですよね。でもまあ読むのは大好きです、私も。こういうふうに体の明るいニュースっていうのが増えれば増えるほど、体のがね、手に取っていただける可能性が増えますんで。だから与太記事でも何でもいいんで、とにかく体のってものを知らせるために、私もこうやって動画を撮ってるわけなんですけども、2025年とか2026年はもう言うまでもないですよね。もう価格すら書いてませんけども、 やっぱ25ドルって書いてますね2025年うん25ドルいったらすごいですねあ次に2026年37ドルでしょ37ドルっていうのはこの時の、うん、ドル円レートは分かりませんけども130円本日の価格で計算すると4810円になりますからね4810円でまあどんぐらいですか40万エダを持ってたらまあどのぐらい1億9000万19億1億9000万まあ2億円ぐらいですね すごい金額になるじゃないですかまあでも残念ながら今回紹介したこの記事ももうすでに今はね多くの人が寄り付かないまあ、お笑いネタになってしまったってことですただねただ笑ってるだけじゃないですよこういうふうに希望的な観測を持つことによって冒頭にお話し,しましたけどもそうかもしれないなって思う方がねいや実際に買う流れが起きるわけですよ。うん、で値段がどん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 上がっていってそしてみんなハッピーなら一番いい話ですからね。 で逆にネガティブな記事を広めるとやっぱり老媒売,売りが始まりますんでだからこれから体のファンは本当に値段を上げたいなとそれは自分の預金残高を増やしたいなっていうそういった欲望でもいいんですけどもそう思う限りこういった放送とかブログとかツイッターを通じて体のエイドのいい情報を広めていきましょうですんで今回私がこの動画を撮りましたけれども、うん、コピーペーストで動画のリンクをあちこちに貼っていただいても本当に 構わないいと思いますしまた私の,私のね発信を見ることによってインスピレーションが浮かんだ方は自分なりのアウトプットをしていただいて「体のエーダーこれから見どころがあるよ」みたいなね、まあ、そんな話をどん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 みんなで広めていけばそれは体のエイダーの評判とイメージが良くなって本当に買う人が現れて売る人が少なくなって体の価格がどんどん上がるってことになると思います。 はいじゃあ今回の動画はねあのちょっと記事としては今となってはもうちょっと読む価値は少ないんですけどもでもこのように希望を持つことによって本当に上がるんだよってことをお話しできたんじゃないかなと思いますじゃあ今後は皆さんの期待、えー、活躍にも期待させていただきます今回は以上です